谷谷合合君はい、公明党の谷合です、えー。私からは国連北朝鮮人権調査委員会についてまずお伺いいたします、えー、今年3月に、えー、国連人権理事会におきまして拉致問題を含む北朝鮮における人権問題を調査査察する国連調査委員会、えー、コミッションのインクワイリーこれが全会一致で設立されました、あのー、私も予算委員会で取り上げて、えー、この 調査委員会が、あの、まあ、決してその調査委員会からダウングレードするような委員会にならないようにということで、しっかり働きかけを行っていただきたいというような趣旨の質問をさせていただきました。まあ、ともかく、その政権交代後、この安倍政権の中で、えー、この調査委員会が、全会一致で設立されたということはですね、極めて私は、あ大きな意義があると思って、えー、おります。まあ、そこで、えー、この調査委員会なんですが、まず、この組織、どのような組織なのか、 どんな活動を行っていくのか。で、実際その三月に、えー、設立されたわけでありますが、今日、まあ、どのように、あの、まあ、今日動いているのか。また、これまでもですね、実はあの、国連に毎年特別報告者が北朝鮮の人権状況を報告していたと思います。えー、従いまして、その特別報告者は、この調査委員会の設置によって、どのような位置づけになっていくのか。まずその、 調査委員会の,です、ね、この組織の,この全容をです、ね、ご答弁いただきたいというのが1点ともう1点は、やはりこれまでも北朝鮮側は特別報告者の北朝鮮入りをやっぱ拒んできてまいりましたということから考えると調査委員会が設置されてもなかなかその北朝鮮は調査団を受け入れはしないだろうという、まあ、これは、まあ、あの当然、そうなるだろうと推測されるわけであります。 でそこで従ってその調査の実効性には限界があるという指摘もありますしかしながら、えー、私はじゃあ,あの意味がないのかというとそういうことじゃないと思いますから、えー、まずですね、岸田大臣にはその,その調査委員会の組織のありようをお,お,お答えいただくとと,ともに今後、日本政府としてこの調査委員会を抵抗に拉致問題をどのように解決し,していくのかという 外交方針というかです、ね、大臣の主の導的に役割の見解について、ご答弁いただきたいと思います岸田外務大臣。あのまあ、本年3月のこの人権理事会における、この北朝鮮人権状況決議によって設置されました調査委員会ですが、ラジオ問題を含む北朝鮮の人権状況全般を調査することを任務としており、 えー、丸月、えー、朝北朝鮮人権状況特別報告者を含む、まあ、3名の委員で構成をされております、えー、活動期間は来年の3月までとなっておりまして、えー、この来年の3月にまあ開催される第25回人権理事会に最終報告を提出する予定になっております。あのー この丸月特別報告者、この調査委員会の,この一員として、これまでこの特別報告者としての知見や経験を生かし、この調査委員会の活動に貢献すること、期待されております。5月に他の2名の委員が人権理事会議長によって任命をされました。あの調査委員会は近く活動を開始すると承知をしております。 あの我が国としては、この同調査委員会が早期に訪日をし、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況を調査することを、まあ、期待しており、まあ、調査委員会の活動に 最大限、まあ、協力していく考えでおります、えー、そして今ごしん、委員ご指摘のように、えー、この調査委員会、まあ、北朝鮮にこの入国することが難しいのではないか等々、ね、調査に限界があるのではないかというご指摘があ,ありますが、しかし、まあ、こうしたあの調査委員会の活動により、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況、これ、さまざまな関係国に、まあ、調査を行うことに よって、こうした人権状況がより明らかになり、そしてこの国際社会として人権状況の改善に向けた具体的行動を取るよう、北朝鮮に対して促すことにつながる、まあ、こうした可能性については、しっかり大事にしていきたいと存じます。こういったことによって、国際世論を喚起する、こういった効果も大いに期待できるのではないか、このように思っております。ぜひ こうした期待をするとともに、最大限、この調査委員会に我が国としても協力をしていきたいと考えております谷合正明君。古谷、えー、国務大臣にお伺いします、えー、大臣もです、ね、調査委員会の設置に関して、えー、記者会見で、えーまあ、これを非常に高く評価する、またあ調査委員会の設置自体に圧力の一つとして効果があるという考えを示しておられます。 調査委員会、拉致問題以外の幅広い人権問題も扱うこととなりますが、調査委員会の設置が、拉致問題の解決に資する圧力として、どの程度この期待することができると考えられるのか、拉致担当大臣の見解を改めてお伺いしたいと思います古谷国務大臣。まあこののの委員会の設置は私党ので拉致の責任者しているとからも強く 関係者に要請をししてましたそして、今年のあ去年のですね8月に、えー、特定失踪者、えー、藤田進さんの弟さんの藤田隆さんをジュネーブに行っていただいて、えー、ここの人権委員会のメンバーの皆さんとヒアリングというかですね意見表明させてもらったんですねそしたら、えー、日本の政府の認定の拉致被害者というのは承知しておられたけども。 これは藤田さんから聞いた話ですが、特定失踪者という方々に対しては、ほとんど認識なかった、まあ、そういう意味ではです、ね、非常に行ってもらった効果がありましたね、それから今年3月に、えー、増本さんが、えー、同じように言っていただいて、 熱く訴えていただきまして、まあそういったことが私ね、構想して、えー、コンセンサスでですね、今回、人権委員会が立ったと、これはですね、やはり国連もですね、この拉致問題っていうものを大きく取り上げていくというきっかけになると思うんですね、で、そういう意味では私は、えー、北朝鮮に対する圧力の一環。 えー、要するに圧力をかけるのが目的ではなくて、先ほども申し上げる手段なんですよね、要するに会話を聞き出していくためのそういった取り組み、まあ、ある意味では私、よく申し上げているのは北朝鮮包囲網、その一環としてです、ねえー、この国連の、えー、調査会が立ち上がったということは、極めて私は意義が大きいというふうに考えております谷合正明君。あのー フレ大臣のですね、まあ昨年からの取り組みに本当にあの敬意を表したいと思っております、えー。まあ改めましてですね、この手段としての圧力という話もありましたが、えー、今回の国連安保理決議による制裁措置と、えー、我が国独自の対北朝鮮制裁措置、そして、えー、アメリカとの協力に関して追加制裁措置ということで。えー まあ、措置が発表されたところで、えー、あります、まあ、そこで、あのー、特にですね米国等の協力ということについて、えー、今日はの政務官お越しいただいておりますが、えー、その中にですねうんアメリカと包丁を合わせて、まあ、例えばその1団体および4個人の資産凍結等の措置を講じていると、えーまあ、そこで指定された団体である朝鮮貿易銀行が、まあ、指定されているわけでありますけれども これがあのどど北朝鮮にとってどのような機能を持つ銀行なのかとかです、ね、また先ほどもありました中国の四大バンクの一つの中国銀行もこの朝鮮貿易銀行との取引を停止したということが報道されているわけでありますがまずは政務官の方にこに米国と歩調を合わせた,こうした措置についての政策的な意味を説明していただくとと,ともにこの朝鮮貿易銀行が北朝鮮にとってどういう機能を持つ銀行なのか、そして中国 銀行が取引を停止したことについて、これ指揮者も見方も分かれておりますね。いろいろ抜け穴があるんじゃないかと言われておりますが、政府としてはどのような意味を持つと考えているのか、この点についてお伺いしたいと思います。若林外務大臣政務官。えー、今、先生、ご指摘いただきましたように、我が国は4月の5日、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す、 国際平和のための国際的な努力に寄与するため、ご指摘の朝鮮銀行、朝鮮貿易銀行ですね、を含む一団体、四個人に対して、資産凍結の措置を講じました。まあ、あの国連決議、制裁決議とは、それに加えてですね、この措置を取った、このことは、2月の日米首脳会談において、 北朝鮮に対する制裁について日米の間で、協力をしていくということで一致したことを受けて、まあ、協議した結果としてですね、こういった措置を行ったということでありまして、まあ、日米が、この、共同して、え、こうした措置を踏み切ったということについて、大変意義のあるものだと、いうふうに、あの、承知しております。えー、で、まあ、この北朝、北朝鮮、えー、貿易銀行ですけれども、 え、北朝鮮の対外的な金融取引の窓口を担っている銀行でございまして、え、北朝鮮の核関連、その他大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与しているというふうに認識をしております。中国銀行についてのご指摘がございました。えー、まあ、中国銀行と、中国の銀行が取ったとされている措置について、え、我が国の政府として、それについてそのコメントを を出す立場にはありませんけれども。まあ、しかし、あの、中国はですね、えー、ご案内のように、北朝鮮にとっても最大の貿易相手国でもありますし。中国を含む国際社会が北朝鮮に対して、まあ、関連、えー国、国連安保理決議を着実、かつ全面的に実施していくということは極めて重要であります。まあ、我が国と,と、としては、まあ、引き続き、 こうした中国の動きとも含めてですね、関連各国と、関係各国と、緊密に連携して対応していきたいというふうに思っております。谷合正輝。お時間になりましたので終わります。どうもありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会をいたします。